披露しフリー打撃で窓ガラスを破壊してしまう。マリナーズで会長付け特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が2日間にわたり、旭川東、北海道で選手指導を行った。初日から選手に混じってプレーしながらアドバイス。打撃練習では選手がケージを取り囲む中でフリー打撃も披露した。まず27球中23スイングし、うち2球がネットを越えて校舎へ飛んだ。1球は窓を直撃。もう1球は窓の間の壁に当たり、大丈夫、割ったら終わるわ、目的変わってきたと苦笑いしていた。さらに39球中27スイング、7球目で校舎を越え、大歓声が上がった。もうちょっと見たい。なかなか越えない。もうちょい見たい。おじさん疲れるからさ。15球目にも校舎越えし、選手からはえぐいの声が上がった。えぐいて、きっと、校舎越えはしていない。防球ネット越えであり、校舎に届いたのだろう。今の指導者ならイチローをホームランバッターとして育てるだろうな。いいな、間近で見れて。割ってないなら弁償する必要ないな。やっぱイチローって神だわ。現役時代あんまりホームラン打てなかったな。はい、器物損壊罪。求められたからといって遠慮なく飛ばすなよ W。 メジャーでもバッティング練習ではホームラン連発してたよな。このチャンネルでは野球ファンの様々な発言をもとに、独自の視点でファンの声をまとめた動画を発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。